それではここからはですね、今のアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきます。まあ、具体的にはその先ほどですね、アルゴリズムの紹介前に述べたその素朴な計算での計算量よりも、まあ、こちらの中央五十三法を使った計算量の方が、まあ、計算的に量的にお得ですよということをこれから示します。で、一課ではですね、これまでやってきたように、その各ステップにおいてその、まあ、単精度の加減乗算が何回発生しているかということを見積もっていきます。アルゴリズムの流れに沿ってですね、見ていきますけれども、まず最初第一ステップでは、ここではその N1 から NK をこう求めておりますけれども、まあ、一応この見積もりに関する演算は今回計算量 の見積もりから除外することにしまして、であとこの N1 から NK の選択は、これあらかじめ素数を求めておいたものを割り当てるということにしますので、これではその新たな計算は発生しないということにしておきます。次の第2番のステップですけれども、まず外側からですね、繰り返しの回数を見積もっていきますと、まず一番最初の方 Ni に関するループは、警戒繰り返しが、変数 i に関してですね、警戒繰り返しが行われるので、ここはθ の L だけの繰り返しになります。この k の値は先ほど言いましたけど、方の個数ですね、方の個数がちょうどその、求めようとしている方の積 n の長さに比例するということをやってましたので、この k 回というのは θL に比例します。で、次の内側の二重のループでは、これはちょうどループは r が 1から m まで、そしてその中で t をそれが1から m まで動きますので、合計で m2 乗回の繰り返しの計算が行われます。で、問題はこの m2 乗回の繰り返しの中で行われている演算の計算量なんですけれども、これは例えば a の rt 成分を ni で割ってるんですね。で、これは何をやってるかというと、長さ l の多倍長数を単精度で割る計算を行っておりますので、これは計算量は θ の l となります。まあ、この割り算の計算量の詳細はですね、これ以前の授業で見積もりを行いましたので、そちらを復習しておいてください。で、これ θL の計算がですね、まあ、ループが m2 乗かける l 回繰り返されますので、このステップ2の合計の計算量は θ の m2 乗 l2 乗と評価することができます。で、次に3番目のステップです。ここではまず先ほど第2番目のステップと同じように、一番外側のループは方 ni に関する繰り返しで、これが警戒繰り返すので、ここはまず θL と評価されます。で、内側の二重のループは行列の各成分に関する繰り返しですので、合計で m2 乗回繰り返しが行われます。で、問題はこの各成分の計算にかかる計算量です。まず、ここはですね、AIRS×BIST というこの成分同士の積なんですが、これは単精度同士の乗算なんですね。で、単精度の乗算が、まあ、M 回行われていて、それとあと、加算が、これ、加算もやはり単精度の加算が M-1 回行われていますので、まあ、ここのステップの1回のですね、この CI の RT という1個の成分を計算するための計算量は θ の M で抑えることが、見積もられることができます。で、この θ の M の計算がですね、繰り返しだと m2 乗かける l 回繰り返されますので、合計でこの3番目のステップの計算というのは、θ の m3 乗 l で見積もることができます。で、最後ですね、Ni を法とする N1 から NK を法とする計算結果から、この法の積 N を法とする計算結果を復元する部分なんですが、まずこれ行列の各成分に対して同じ計算を M2 乗繰り返しますので、この繰り返しは M2 乗回となります。そしてこの中身のですね、この中央五十三法なんですが、これは実は前回
前々回のですね、この中国中央産法の見積もり、計算量の見積もりから、これ、θの L2 乗で見積もられます。詳しくは、この時の回の計算量の見積もりをまた復習しておいてください。で、以上の結果で、あと5番目のステップはですね、これ、C、計算結果 C をリターンするので、計算量の評価には含まれません。ですので、この第4ステップ以降の計算量というのは、第4ステップか、第4ステップの計算量というのは、θですね、これ θの m2 乗、l2 乗で抑えることができます。で、以上でですね、各ステップの計算量の見積もりが得られたわけですけれども、そうすると、このステップ2が θ の m2 乗、l2 乗、ステップ3が θ の m3 乗、l、ステップ4が m2 乗、l2 乗ということで、まあ、合計の計算量は θ の m3 乗 l かける、あ、プラスですね、 m3 乗 l プラス m2 乗 l2 乗ということになります。で、これ従来のアルゴリズムでの計算量はですね、 m3 乗 l2 乗ということでしたので、どこが得しているかっていうと、このまず m の指数ですね、前半は m の指数で、m3 乗が m2 乗になっている分だけ計算量が小さいと。あ、後半ですね。それから前半の方は m3 乗 l で評価されていますので、ここはその l2 乗が l になった分だけその計算量が小さいというふうに評価することができます。まあ、全体としまして、その従来のアルゴリズムに比べて、まあ、中国中央産法を使うと、まあ、全近的な計算量が抑えられますということが分かります。一応その今のですね、アルゴリズムの例題がありますので、これを見てみましょう。これはテキストの例題、例の 4.70 から取ってきております。一応 A と B ですね、これ3行3列で、まあ、十進で、ラージ M を12としてますので、係数、各成分の絶対値が12未満で抑えられております。で、まあ、この A と B の積をこう求めるわけですけれども、でまずこのラージ M が12、それからスモール M を3と置いてますので、この行列の積のに現れる数の絶対値はですね、この2倍のラージ M2 乗かける M、これはすなわち864で抑えられているということがまず分かります。そこでその N が864より大きく、かつその N1 から NK の、まあ、積が N に等しいような、この N1 から NK をこう、まあ、求めるというか選びますと、まあ、今回は、まあ、N1 から NK というのは互いにそうであれば素数でなくても一般にはいいですので、今回は N1 を9、それから N2 を10、N3 を11としまして、これで N は 9×10×11 で990となって864を上回っていると。ということが分かります。ということで、今度はまずですね、この A と B の、各成分をですね、まあ、Q を法とした常用感に埋め込みます。まあ、A モード Q はそういう、まあ、A モード Q としてこの A を、A の各成分を Q を法とする常用感に埋め込むことを意味します。B モード Q も同じです。で、ここで各成分はですね、モド Q としているので、マイナス4から4の範囲で表していることに注意してください。で、さらに、今度はこの、その A モド Q で求めた行列と B モド Q で求めた行列の積を計算して、それをまた Q で割った常用で表しますと、まあ、こういう行列になります。まずこれを AB モド Q というふうに表しておきます。で、同様にして、今度は、法10をした場合のようにですね、A、法10をとして、今度は A を法10とする常用で表したもの、それから B の各成分を法10として、10を法として、その常用を取ったものの、まあ、積を計算すると、まあ、こういう形になって、これを AB モード10と置いておきます。AB モード11についても、このように置いておきます。で、最後に、この、3つ行列が求められましたから、この3つの行列の各成分をですね、この中国中央産法を用いて復元することで、まあ、AB としてこのような行列が得られると
まあ、これがその整数上でですね、この AB を計算した計算結果にも一致するということが確かめられます。まあ、以上が今回のその行列の積をですね、モジュラー計算の計算例として紹介いたしました。それでは今回の授業のまとめです。今回はモジュラー算法と呼ばれる一連の計算手法について紹介をしました。そしてこのモジュラー算法の例として、この中国乗算法を使ってその行列の積の計算を効率化するという計算例を紹介しました。で、第14回は高速乗算法としまして、これも高速な乗算法のアルゴリズムなんですけれども、唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介いたします。で、そこでは整数の乗算アルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算アルゴリズムを紹介します。それでは以上で今回の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。